皆さん、こんにちは。ひろきです。いかがお過ごしでしょうか？私は二日酔いでございます。はい、ということで、日本政治への提言というこのシリーズ。今回は復興庁でございます。何を復興って？まあ、ご存知の方はご存知ですよね。東日本大震災のことですね。はい。復興庁は、そうですね。皆さんの声を聞き続けることをやめないでほしいなと思います。はい。ステージが上がっていくことに、復興のステージが上がっていくことに、新たな、こう、課題が見えてくると思うんですよ。ここまで来たからようやく見える課題みたいな、そういうのがあると思うんですよ。なのでいくら復興が進んでもですね、あ、進んだ、よかったよかった、進んでるじゃなくて、ここまで来ましたが今はどうお感じですかみたいな感じのことをですね、ぜひやってほしいなと思います。そしてですね、復興にあたって必要なプロセスはどういうものがベストなのかということをですね、しっかりとまとめていただきたいと思っております。なぜかと申しますと、復興庁はもしかしたら日本では永遠に続く庁かもしれないからです。南海トラフ地震が起きたことを想定するとですね、首都直下型地震とかそういうことを想定するとですね、ああ、そういえば復興庁って東日本大震災の時にできたんだってね、って阪神淡路じゃなかったんだ、みたいなことを言う日がやってくるかもしれません。はい。なので、今後大規模地震や災害、いろんな災害が起きた時に、どういうプロセスで復興していくのが、身体のケア、心のケアに必要なのか、そういうことをですね、きちんと整理して振り返りをぜひやっていただきたいなと思います。はい、以上でございます。ひろきくん、いい意見言うじゃないか、たまにはと思った方はぜひいいねボタンをお願いいたします。あとですね、コメントをお待ちしております。あとですね、私結構真面目なことこうやって喋っております。はい、不真面目なことも喋っておりますけれども、とにかく喋り系の Vlogger ということでやっておりまして、はい、何卒お願いがございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録していただけるととてもとてもとても嬉しゅうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、では今回は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。